はい、皆さんこんにちは、です、今回はこちらのね、ベジータシークレットを使って困難ゴッドボスのハーツに挑戦していきたいと思います。はい、今回のね、スーパーハーツなんですけど、カビオレンを引き連れてて HP が5万あるんですが、なんかね、倍増効果が通るらしいです。で、倍増が通るっていうことは、まあ、暴走悟空とかもそうだけど、こういうさ、必殺技のダメージがね、丸々倍になるみたいなカードも通るっていうことだ。だからね、今回はこのね、破壊王子ベジータでスーパーハーツをワンパンしていこうかって思います。でね、今回のスーパーハーツね、なんか一つだけわからないところがあって、あの、こっちのね、必殺技を封印してくるんですよ。ただ、あの封印してくるタイミングが意味不明で、なんか封印してこなかったりしてきたりするっていう、まあランダムなのか何かの条件があるのか、そこがわからない。それだけマジでわかんない。だから一応ね、ドクターライチ入れております。はい、耐久でもういつか当たればいいやっていう感じで、さあ行こうか。ヒットポイント5万、まあ余裕でしょ。ベジータの火力なら余裕でしょ。で、これビーツ当てることによって技ダメージさらに2倍なので、これは40倍で、まあ必殺技をね、発動できるということで、40倍でね、倒さない敵はいないと思う。楽しもうじゃないか。さあ、わざわざ封じ、いや、効くでしょう。1ラウンドはまあまあまあ安心だね。はい、で、HP も3万と。楽しもうじゃないか。行こうじゃん。いや、いいね、声優がいい。さあ、じゃあまずはまあこんな感じでいいか。さあ、これで技封じをしてくるのか。してきましたね、してきましたね。未来を見通す力、あれマジで何なの、いつ発動するのかマジわかんない。いやー、わかんないわかんないわかんない。さっき発動しなかったのに、どういうこと。でさ、お助けチケットを使えば発動しないっていう意見もあったんですけど、いや、使ったのに発動したんです。お助け使ったのにもかかわらず技封じ食らったんで、マジで意味がわからないと。で、それで思ったのがね、公式アビリティを書いてほしい。敵のゴッドボスのアビリティを書いてほしい。マジでもうね、意味わかんないから、一言で言うと意味わかんない。だってさ、アビリティ何もわかんない状態で突っ込むと絶対やられるじゃん。で、今のゴッドボスって全部初見殺しだから、まず100円じゃ勝てないですよ。で、そこでさ、こうワンキルしようとしても技封じで逆にワンキルされてみたいな、まあ、そんな感じだから、本当にね、アビリティだけマジで書いてほしい。本当に切実な願い、これは。大雑把でいいからさ、本当にね、わかんない、マジで。だって、戦ってるのに意味わかんないからね。はい、で、灼熱。はい、このゴッドメテオで次エナジー破壊されちゃうんですけど、まあ、今回に関してはもうベジータ一体出しなんで無害ですね。観念したらどうだ。完全なる進撃の巨人という。さあ、とりあえず気絶の効果かけましょうか、次。いやー、カードアクション封印えぐいな。出すに出せないんだよな、ここエナジー破壊されるから。あー、わかんない、こんな感じ。よし、これでいこうか。いやー、灼熱うざいな。まあ、とりあえずエナジー9個あればね、ベジータ、技打てるんで。はい、で、ヤムチャで増えてゴジータ BR で増えるから、はい、OK ですね。なるほど、分かった。なるほどね、今アビリティ名同じだったから、そういうことか。固定戦闘力無効か、必殺技封印か、どっちかがランダムで来るんだね、これ。なるほど。さっき同じアビリティ名だったのがさ、効果内容違かったから、そういうことか。あー、これは分かんないけど、まあ多分何かしらの条件があるんだろうね、あれはね。いやさあ、あとは耐えられるか。ここ耐えなきゃやばいから。あ、で技打てるのか、やばいな。
あー、3回食らったらやられる。分かんない、2回でもやられるかな。あーでもゴッドボスにしてはチャージ弱いね。うん、ベジットゼの海洋拳とかジレンに比べたらはるかに弱い。あの2人は最速なのにバン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 パーフェクト出してくるから、あれに比べたら余裕だね。さあ別次元のプレッシャーはビーツで一応緩和できてます。よし、ナイス、 OK。 あとは何もなければいいんだけど、スーパーエナジーとかなんか威力のあるカードアクション来たらやばい。よし、ナイス、 OK。 おー、何もない、よし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 。さあそしたら今回はベジータがメインなんで、ここはスルーしましょうか。はい、赤力の行使、これでねダメージ倍率 10% 落ちるんですけど、まあ 10% なんてもうベジータにとってはね、カスみたいなカスみたいなものなので、はい、あまり関係ないと思う。さあ行くぜ、ブレイクチャンス発生、あー外した、もうマジでその これ苦手これ苦手、マジマジ苦手、あれほんと苦手。あーマジか、もうほんとあれ苦手なんだけど。あ、時の回復神外せばいいのか。あーオッケーオッケー、分かった、これあるから意味ない、時回外そう、時の回復神がいらないで、時回の枠をじゃああれだ、半減と機械にして 1,2 ラウンド技封じかけましょう。多分1ラウンドであれでしょう、神オレンのパワー1万5000超えるから、まあおそらくは相手壁越えするでしょ。で壁越えしたところに激減、あこれだ、これしかない。あーもうまあもう、いやいや、ここはいい、ここはいい。あーマジで厄介すぎる、マジで最近のゴッドボス本当に強い、本当に強い。あのシュルムとかもそうだったんだけどさ、難易度が上がりすぎ、マジで。いや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 、強すぎるって本当に。超ボスの難易度がちょうどいいのにさ、ここまで強くしなくていいでしょ。しかもミラクル出ないっていうことはさ、お助けカプセル意味ないから。いやなんでこんなに強くしちゃうかね。復活、まあまあいいや。じゃあもう一回いきましょうか。とりあえずこれを変えよう、これ無意味だから、ガチガチで無意味だったから、じゃあこれを子供の時の返しに変えましょうか。はい、でもう一回いきます。こっちの方がエナジーが低い方がいいってことかな。もしかしてだけどハーツのエナジー以下、自分チームのエナジーがハーツのエナジーよりも低い場合は固定戦闘力無効になって、で逆高い場合は技封印になるみたいな、そんな感じなのかな、わかんないけど、わかんないけどその説が濃厚。今エナジーハーツの方が多かったからさ、そういうことなんだろうかまあいいか、とりあえずここは技通るんで、防げば勝ちと。であれだね、時の回心で激減になってるんで、ここはもうダメージは食らわないですね。そうだね、ベジータの時にハーツが頑張ってくれれば一番いいんですけどね。なんかパーフェクト出してきそうだなこいつ、肝心なところでパーフェクト出してきそう。これをね、これを攻撃の時に決めなきゃいけないからね。はい、70ダメージだってすごいね。え、70ダメージ、なんでそんな食らわなかったの。
避けられるかな。ロードローラーだ。オッケー、終わり。さあ行こう。そろそろ決めたい。そろそろ決めたい。結構今取り直してるからね。さあこれも結構厄介でね。 10% って 30% かこの場合やばいな。しかもラム牛使うに使わないしね。うまくできてるねここね。ここのゴッドボスはだいぶうまい。さあ行きます。おーナイス、ギリギリ、超ギリギリ。オッケー決まった。さあ吹っ飛べ、こいつで吹っ飛んじまえ。あー強い。粉々にしてやる、粉々にしてやる。そのブルマ、トランクス、そしてカカロット。おー素晴らしい、強い。よし、OK、とりあえず、今回はですね、こちらの、はい、困難シークレットのベジータを使って、スーパーハーツの方に挑戦してみました。最後の最後まで、ぶっちゃけもうハーツのアビリティは分かんなかったけど、まあ多分もうここに来ることもないだろうからいいか。あとはコメント欄の方、なんかハーツの秘密を知っていたらちょっと教えてください。あれの発動条件とか、必殺技封印来ない時とかのなんか想定みたいな、検証した方とかいたらぜひ教えてください。という感じでご視聴ありがとうございました。やったぞ。何、宇宙の種が。ついに完成した。さあ打倒全王は目前だ。今こそ人間に真の自由を。そんな、地球は、宇宙はどうなってしまうんだ。やったな。探す限定アプリをゲットしたぞ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。